今廃墟巡りをしてるんですけど今が鬼怒川って結構ですね、廃墟がたくさんあるっぽいんですね。うん、でそのなんていうのかな、鬼怒川温泉駅っていうところがすごい栄えてるっぽいんですけど、鬼怒川公園っていうちょっともうちょっと山奥にね行ったところの駅がかなりそのなんか廃れているというかですね、昔はその旅館とか営業してたんだけど、閉じちゃったっちゅう。でなんかですね、ここは違うのかな、なんか駅沿いを今から歩こうとしてるんですけど、結構ねあるらしいんですよね。中に入れるかはわからないから、ちょっと景観だけとりあえず見て回ろうかなと思っております。はい。うん。なんか誰もいないんだよな。ここなんて廃墟ですよね、多分。すごい。はい。ここはやってそうですね、普通にね。この黄色いやつは廃墟っぽいな。なんかあれらしいんですよね、その土地の所有者とこの建物の所有者が別で、そのなんか今その方々がご健在なのかがわからないらしいんですよね。だからその国とか行政とかもその勝手にね取り壊しとかできないじゃないですか。もし本当に所有者の方いたら困るからね。そうそうそう。だからこれもでも、だいぶ廃れてるな。やってるのかな？なんかね、人通りが全くないんだよね。なんどうすんな、ちょっと中入ってみたいけどねえ。ここはやってるのかな、なんか営業停止してそうだな。なんかそのなんだスペーシアとか
でも、この鬼怒川公園っていう駅降りるんですけど、手前にね、鬼怒川温泉っていうのがあって、みんなね、そこで降りちゃうんですよ。雨降ってると思ったけど降ってないですね。熱々。あ、ここなんかも。囲碁サロン。囲碁。囲碁ですね。ここなんかどなたかが住んでそうですね。杉橋入り口、とかすごいな。ちょっと入ってみたいけどね。それはねって感じですよね。お、すごい。ちょっと雨降ったからね、すごいジメジメしてるんですよ。なんか、車と方向が変わってるんですけど、この時ね、車乗れればいいんですけど、あいにくですね、ペーパードライバーなんですよね。なので乗れないんですよね。はい。あ、ここなんてもうすごいな。ここら辺すごいですね。カッパ風呂。ガチハイクエリアって感じだな。なんか柵みたいなのがね。多分侵入できないようになってる。してるのかな。できたから。なんすかね。ここも旅館だったのかな。タバコ吸ってただけか。やっぱ廃墟なんですね。あ、あっちもすごいや。
川の向こう。あ、でも電気ついてるから、あ、あれはまだやってんだ。こっちの方まだやってるんですね、多分ね。なんでこっちのエリアだけされちゃったんだろう。今あの12時とかぐらいなんですけど、昨日泊まって行ってみようかなと行ってみたんですよ。それでなんかウエスタン村っていう廃墟テーマパークがあって、それに昨日行こうとしたんですけど、なんかもう完全封鎖されててですね、入れなかったんだよね。結構ホラースポット的な感じで、なんか有名らしくてですね、ちょっと見てみたかったんだけど、ちょっと残念ですね。もうやってないな。電車が来るのが多分続いてるから、政府登録金側は、あるみたいですね。あ、ここなんてもうそうだよ、すごいね。なんかちょっと開いてるね。もう入るのはダメなんですね、多分不法侵入みたいになっちゃうから、入れないんだけど、とか入れなくなってるって鎖が。っていうのでやめましょう。結構ね、車通りがそこそこあるから。そうですね。やってんのかな、やってないの。ないですね。帰宅中ってできる。
思議な感じですね。ここなんてすごいよ。この道沿いがみんなそうなんだな。工事してる人が、病院なのかな。今ここなので、ちょうど公園駅から温泉駅の真ん中ぐらいですね。あと半分だ。もうなんかすごい、なんだろう、あれ滑り台みたいになってますね。あれか、電車が来た。あ、これ大江戸温泉なんだ。あー、なるほど。大江戸温泉の系列のお店なんですね。もうだいぶ古い感じするけどな。こっちは電気ですか、こっちの方が。なんか道が開けてるけど、ふれあい橋、こっちは何がと思ったけど、家ですね。パブが、はい、なんてちょっと綺麗だな。そばうどん、はいはい、今もなんだ、コーヒー屋さんですね。
またね。番犬なのかな。4000万日あれってきたな。結構この傘ロフトで買ったんですけど、すごい軽いんですよね。これがね、65グラムとか言ってたかな。すごい軽くて持ち運びしやすい。素晴らしい。なんか分かれ道になっちゃってますけど、よし、こっちの方がいいのかな。あっちか、温泉駅あっちですね。ここら辺になるとだいぶ町になってきたような気がしますね。いいカラオケ。やってんだ。朝ごはんとお昼ごはんまだ食べてなくて、なんか朝食付きプランだったんですけど、なんかついてること知らなくて、なんか生産時にね、気づいたんですよね。はい。ちょっと損しちゃったんだけど。銀行がある。足利銀行。すごい綺麗。お下げのとこですね。ね。
術館。鬼怒川温泉駅近道。暑い。っていうかすごいジメジメしてて、なんかね気持ち悪いですね。どうしようかな。なんか16時頃にその帰る電車があるんですけど、なんかもっと早くありそうだから帰っちゃおうかな。と思ってますけど、一旦ちょっとチケットを買って飯を食って帰ろうかな。お蕎麦、ヘビン感がある。あの秋葉のっていうかね、ですね。千番寺餃子ラーメン、ツイッターっぽいですね。ベーカリー、お土産どころ、はい、駅にツイッターっぽいので動画終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。